J2 リーグの第17節ロアッソ熊本対京都サンガ FC 6月の5日月曜日に行われるナイトゲーム、両チームの選手たちがピッチ上に姿を現してまいりました。熊本と京都です。グスタボが追ってきました、ね、グスタボのシュート、ポストでした。グスタボのシュート、いきなりビッグチャンス。熊本ポストを叩きました。通量さあアンです。アンビョンジュンから島田の左足、いや序盤からビッグチャンス熊本を立て続けにありますが、今も惜しいシーンでした。積極的でいいですよね、島田もね。これもポストですね。西光です。西光、またケビンをターゲットか、落としたところ、トゥエリオがいる。トゥエリオ、野村がなんとか触りました。いや今の流れでボールにそうですね、つなげようとしますからね。はい、ま、そうですね、まあ、高い位置のスローになるともセットプレーと変わらないんでね。ケビン2発で、いいボールですね。アンのシュートだ。アンビョンジュン、いや打ってきましたね今ね。これ一本のボールからですね。そうですね、角度はなかったですけど、いいシュートでしたよね。はい、はい、今度はトゥーリオだ。胸でコントロールしてトゥーリオを潰れながら、まだ京都です。ホンダ、ホンダからのボール、ケビン、ケビン・オリスが決めました。0-1、京都のまさに武器が炸裂。ホンダのクロスにケビン・オリスで先制です。布部監督も思わぬ笑みがこぼれました。23分のゴール、ホンダからのボール、非常にいい仕掛けしましたよね、ホンダもね。そしてケビン・オリスが前を取って、マークはついてるんですけども、ホンダもせずにシュート打ちますからね。まあそうですね。あ、さあここもロングスロー、田中、石光、石光、ケビン・オリスが勝つ、胸でコントロール、押し込んで2点目。ここもケビンの高さから最後は小山津です。48分、狙ってますね、よくね、ね、ただ後半の立ち上がり2点目を取ったのは京都、ね、しかもこのロングスロー、まあ、警戒はしてるんでしょうけどね。そしてケビン・オリス、トゥーリオも潰れて小山津、2人で熊本も行ってるんですが、そうです ね、競り勝ってますからね。はい、はい、ナイスボール、ケビン・オリスがいる、小山津からケビン・オリス、そして今度はトゥーリオ待っているが、いやー、あー PK ですか、トゥーリオが倒されたという、そんな形でここは PK、ね、今うまかったですね、倒れ方がね。ケビン・オリスから前を取ってトゥーリオが、そうですね、さあケビン・オリスが PK です。野村、ここはピンチを救えるか、あっと決まりました、これで 0-3、 ケビン・オリス今日2ゴール。いやこれはしかしかなりまた痛い3失点目、まあ、方向には飛んだんですがコースがやはり厳しく、そうですね、今のは厳しいでしょうね、はい、いいボールですね。ゴール前へと、またポスト、今日3回目ですかね。そうですね、今最後は上田でしたが、この田中のクロスに上田、試合終了のホイッスルです。京都サンガ FC が今日はきっちり勝ち切りました。0-3完勝です。